最も早く、最も強く、最も美しく、すべてのことを犠牲にして一つのことを突き詰める、いわば名刀を作り上げる刀鍛冶のような存在、それがアスリート。僕はそれが幻想だと思います。スポーツの言葉にアスリートは突然スタート地点には現れないという言葉があります。それは華やかな舞台で刹那的なパフォーマンスをするだけでなく、その裏でそれ相応の準備とコストがかかっている、いわば教訓のようなものなんです。それを選手だけでなく観客が理解しているからこそ共に感動体験ができるのです。だからこそ2020年の東京オリンピックの延期は全てに大きな衝撃を与えました。オリンピックは僕たちにとって神様でした。小さい頃から当たり前のようにやってきて英雄が生まれ、そのドラマに人々は湧き、そして涙する。1秒でも遅れることのなかったオリンピックが1年間も延期されてしまう。アスリートたちは皆驚き、そして落胆しました。もちろん僕もその一人です。オリンピックは延期され、次の試合がいつになるのかも分からず、その上練習場も閉鎖されてしまいました。アスリートの一使命である勝つことを取り上げられた僕は、一体自分は何者なのだろう、そう考えずにはいられませんでした。そのような状況を受け、僕は今まで受けていたスポンサーとの契約をすべて保留にしました。そこには次の試合がいつになるのかわからないので目標が立てられない、練習場が閉鎖されてどのように強くなればいいのかわからない、そんなアスリートに援助をお願いします、なんてことが言えるとは思えなかったからです。そして永遠とも思える自主隔離の中で、少しずつ自分の中のアスリートとしての意識が薄れかけていくことに気づいたのです。それはまるで自分の存在価値が剥がれ落ちていくかのような感覚でした。しかしそんな時にふと一冊の本が目に留まりました。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーによって表されたプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という本です。通称プロリン。その中でウェーバーは資本主義の礎を築いたのは活発な消費や貨幣欲ではなく、それとは真逆の禁欲の精神であると論じたのです。大学時代専攻していた哲学のレポートを書くために、なんとなく買い本棚の隅にしまっていたその本こそが僕の目に留まった本です。この本が僕に大きな影響を与えたのです。少しだけ内容を紹介させてください。この本はなぜカトリックの影響を受けている国よりもプロテスタント、とりわけカルバン主義の影響を受けている国の方が経済の発達が早かったのかというものを分析したものです。カトリックには寄付をすることによって与えられる免罪符によって罪を軽減させられるシステムがあります。ある種お金で救いを変えるのです。しかしプロテスタントはそれを受け入れることはありません。なぜなら人間の財が神に干渉すること自体がおこがましいと考えられていたからです。プロテスタントはお金から救いを見出すことはありません。ではどのようにして救いを見出しているのでしょうか。カルバン主義の考えに予定説というものがあります。それは人間は生まれながらに神によって救われるか救われないかをあらかじめ決められているということです。つまりどんなに寄付をしても、どんなに教会で祈っても救われない人は救われないのです。この考え方は今までの文化や宗教観の中で生きている我々には衝撃的です。ですがこの考え方が重要になってきます。当時の人々がこの考えをすんなり受け入れて、神様がもう決めちゃっているんだからもうどうでもいいやと思えていたとは考えにくいですよね。もし僕たちがその場にいてその考え方を信仰していた場合、どのように考えるでしょうか。ふとした時に、結局救われるの？救われないの？結局どっち？となるはずです。そうして疑問は晴れることなく、次第に本当に救われているのだろうかという不安に襲われるのではないでしょうか。そこで
プロテスタントの人々は信仰のみだけでなく職業労働を通して救いの確信を求めたのです。職業労働は当時天職と呼ばれていました。彼らは神の意思実現のために自分たち人間を生み出されていたと考えていたため、与えられた営みを全うすることが神の意思を実現することに直結すると信じていたのです。つまり働くことによって不確実性の中に納得感を自力でもたらしたのです。だからこそ贅沢をせず怠けることもなく禁欲的に働くことができたのです。そうなると一つの問題が生じてしまいます。お金が増えてしまうのです。彼らは禁欲的に生活し労働を行っているためお金が貯まってしまうのです。これは困りました。使い道のないお金をどのように使うべきか。しかし彼らには唯一お金を使うことが許されたものがありました。そう、労働に対してです。初めは手作業だった労働が機械化し効率が上がり、さらに収入が増え恒常化していったのです。そうして資本主義そのものがプロテスタントの中に生じてしまったというのがプロリンに書かれていることです。もちろんこれは一説に過ぎませんが、非常に面白い内容となっています。僕はこの本の内容に強烈な既視感を覚えました。まさに今僕が直面している状況に近いのです。オリンピックの開催はある種アスリートにとっての救いの形です。なぜならオリンピックというのはアスリートの人生において一つの集大成だからです。その集大成があるかないかによって目標と希望を持って歩き出すことができるのか、暗闇の中前も後ろも分からず絶望のまま動き続けなければならないのかが決まるのです。開催されることを信じて前に進み続ける。言葉だけなら簡単ですが、途方もない努力の対象が消えてしまう恐怖は常にあります。だからこそ信じるに値するのか。当時は自分自身をみんなが見つめ直すしかできませんでした。しかしそれだけでは何の解決にもなりません。僕はどんなことでもいいから何か自信を持って前に進みたい、そう考えた時、プロリンの予定説が頭をよぎりました。開催されてもされなくてもオリンピックでメダルを取る人はどう動くのだろう。まずはそう考えてみることにしました。現状で活動費をもらうことは難しいから自力で調達しよう。そして体力も落としてはならない。何か体力を落とさずに資金調達できる方法はないか、そう思案することで僕は Uber Eats の配達員になることを思いつきました。慣れない配達業ではありました。当然今までのように大きな支援がないため少額の報酬を積み重ねていくことしかできませんでした。 Uber Eats のアプリに加算されていく金額は一つの配送ごとに500円程度のものでしたが、それが増えていくということは金額以上の喜びがありました。目標とする人物像に少しでも近づけるという喜びでした。こうやって僕はこのコロナ禍に一体自分自身が何者であるのかを考えることにとらわれることなく、オリンピックに出場しメダルを取る人間の行動を思い浮かべることで自分もそのように過ごしたのです。それによって予想だにしないことが起きました。世界中のメディアに注目されたのです。メダリストが Uber Eats をやっている、はじめは悲惨なアスリートがいるぞというようなストーリーを作られていましたが、次第に世界のスポーツファンや Uber Eats のドライバーまでもが応援のメッセージをくれるようになったのです。この時、昨年のオリンピックを開催するという言葉を信じきれない状況の中でも、自分の思い描いたオリンピックに出場する選手像を追いかけるだけで世界から応援してもらえるという大きな自信を得ることができたのです。冒頭でアスリートのイメージは幻想であると僕は言いました。実際僕もこのコロナ禍を経験するまではその幻想に取りつかれていました。アスリートの価値は勝負に勝つこと、それに対して企業がアスリートの勝利に価値を見出し投資という形で支援をする、それだけがスポーツの分かりやすい形だと。しかしこのような考え方だけではスポーツ界に不測の事態が生じたとき、
選手とスタッフの唯一の目標である勝利が失われてしまうのです。これでは救われない形で終わってしまいます。アスリートのみんなが抱く幻想やしがらみに縛られてはならないのです。ですが今回残念ながら僕はオリンピックのメンバーに選ばれませんでした。率直に言って悔しい気持ちでいっぱいです。オリンピックに出るために行動し続けた1年ではありましたが、それが報われることはありませんでした。アスリートにとってオリンピックは一つの集大成ではあります。ですが終わりではありません。オリンピックが終われば世界選手権やワールドカップ、そしてパリオリンピックと終わることなく続いていくのです。次から次へと自分の救いを再設定され、それに向かい続けていくのです。でもそれって好きじゃなきゃできないことなんです。僕はプロリンを通して僕の行動やスポーツの在り方を語ってきましたが、最後は理屈じゃなくて心が決めることなんです。コロナによって多くのアスリートがそのキャリアを終えました。しかしそれは勇気ある決断だと僕は思います。やめることも才能だからです。救われないことを嘆いていても暗闇にただ飲み込まれてしまうだけです。だから新しい救いのルートを再設定するために必要な決断なのです。でもアスリートがその競技を続けることを選択するその根底には好きだからという強烈な思いがあるのです。それは誰にも止めることはできません。またプロテスタントからしてみても、その仕事にそれだけの愛情を持てるということはまさに天職なのです。だから人々を感動させ熱狂させることができるのではないでしょうか。その競技を最も愛し続けるもの、それが僕の思うアスリート像です。皆さんには続けてる仕事はありますか？僕はアスリートを続けます。だって好きですから。